1日何時間電気が入ってくると思います。人の家を覗いたりするのが犯罪じゃないんですよ。こう刺すんですよ。はい、皆さんこんにちは、ジンです。2020年ずっとネットフリックス日本のランキング1位になった韓国のドラマ愛の不時着、サラゲ불시착に関する質問ですね。たくさんの方々が韓国語勉強と実際に北朝鮮ってこんな国なのっていう質問が多かったので、そういった質問そしてリクエストをまとめて今日聞きながら、私が分かる範囲では説明をしようかなと思ってます。よろしくお願いします。スタッフ3人です。今日は皆さんのコメントも拾って質問していきたいと思います。はい、ジンさん、愛の不時着全話見ましたか？あ、見ましたね。感想を教えてください。面白いなと思いましたね。どういうところがですか？全部具体的にお願いします。そもそも私はドラマ見ない人なんですけど、まずドラマが1話から面白くなければ大体見ないんですよ。で、自分に役に立つようなドラマじゃないとあんまり見ないんですけど、愛の不時着っていうドラマ自体が一番最初に女性の方が北朝鮮に不時着をして、そこから軍人に会うっていう、まあ、当たり前なストーリーって大体わかるんですよね。で、ここでなんか愛が展開してくだらない話になるんだろうなって思って、こんな内容だろうなって思ったのが、なんかこう展開途中途中飽きないようなこう要素がたくさん入っていて、結局、最後まで見てしまうようなパターンになって、それだけでもすごくいいドラマかなと思いました。そして普段韓国の風景でもなく、あの北朝鮮ですよね。なので韓国の人でも実際北朝鮮が同じ韓国、まあ、同じ民族だったとはいえ、まあ、全然違う世界なので、見るだけでもすごく違うので、不思議に思ったりするところが多かったですよね、やっぱり。なので日本から見るとさらに不思議に思ったと思うんですよ。そうですね、なんか北朝鮮と韓国の両方の文化がなんか交互に紹介されるような作りになっていたような感じ。なので北朝鮮のここまで具体的に見せるドラマって今までなかったんじゃないかと思って、私も楽しく見ました。ありがとうございます。あと、その実際の演出とリアルの差がどうなのかというところを聞いていきたいんですけども、はい、食べ物の違いが結構描かれてるシーンが多かったと思うんですけど、北朝鮮はハマグリなんですかね、貝を藁の上にこう焼いて食べるシーンとか、はいはい、そこに焼酎を入れて飲むシーンとかあったんですけど、北朝鮮の代表的な料理とかよく食べるものなんですか？そうですね、貝はよく取れる国なので貝はよく食べますね。あと、ここで嘘が書かれてるのが貝の殻で焼酎を飲むシーンあるんですけど、で、焼酎がポイントなんですよ。北朝鮮に焼酎がないです。あの焼酎を何で作るかっていうと大体米なんですね。で、北朝鮮は食べる米がないんですよ。主食が何かっていうと、トウモロコシなんですね。なんかトウモロコシの麺を、そうです。なのでトウモロコシが一般的に食べるので、トウモロコシのお酒カンネギジュっていうのがあって、だいたいお酒をどうやって飲むかっていうと、各家庭で作って食べるのが普通です。自作で。そうです、そうです。あのお金がないので買って飲んだりするのはなかなかなくて、もし作る工場がある地域だとしても焼酎はないですね。基本トウモロコシで作ったりとか他の穀物で作ったりするのが一般的ですね。実際北朝鮮もおチョコがあるので、そこまでやるっていうのは多分ドラマだからただ見せてるだけ、面白くこう見せてるだけだと思うんですね。ありがとうございます。食べ物の違いもありましたけど、他に髪型とか服装が結構北朝鮮と韓国で描かれ方が違ったんですけど、実際にそんなに差があるんですか？まずヒョンビンみたいな人が北朝鮮にいるかって言ったら、実際こう脱北者が韓国にいるわけじゃないですか。愛の不時着のヒョンビンみたいな人がいるかっていうと、もちろんいないっていう話をしてて、で、その他のピョチスとかいるんじゃないですか、はい、そういう人は実際いるっていう話をするんですよ。そういう顔はいると。でも問題は、あのヒョンビンみたいな人は北朝鮮だけじゃなくて韓国にもいないですよ、そういう人は。劇中で男は韓国南の方がかっこよくて、女は北朝鮮の方が美しいっていう言葉が、あ、南南東女っていう言葉があるんですけど、これは北朝鮮だけじゃなくて韓国でもよく使ってる言葉です。南の方は男が美男が多くて、北の方は女性が綺麗っていう言葉は昔からありましたね。はい、で、浸透してるんですね。そうですね、はい、面白い。あとは、あ、北朝鮮の生活が
不思議だなと思ったんですけども、うん、本当にあんなに停電するのかなと思って。あんなに停電っていうのは私ドラマ見ててよく電気入ってくるなと思ったんですよ。逆に北朝鮮でいう電気は停電だけの問題じゃなくて質の問題もあるんですよ。日本とか今の韓国とかだと110ボルトとか220ボルト使うんですね、韓国だと。しかも電圧器がいいやつなので電気の質っていうのを気にしたこと一回もないんですよ、今の人って、うん、でも昔の田舎とかでよく電球が電圧が一定にしてなくてよくこうピラメントが切れたりするのを経験した人がもし昔の人いるかもしれないんですけど、爆発したり、うん、同じ電球だとしてもこう電圧の質によって白く見える電球が黄色く見えたり赤く見えたりしてちょっとこう質が悪いんですよね。ああ、そういう、そんなことあるんですね、はいはい、で北朝鮮でいう電力は電気イコール権力と能力のシンボルなんですよ。で北朝鮮の首都がどこかっていうと平壌なんですよね、はい、で平壌でさえ1日停電の時間があるじゃなくて電気が入ってくる時間があるんですよ。で一般的の普通の都市だと1日何時間電気が入ってくると思いますか。何時間？1時間です。そんなに少ないんですか。1時間が入ってくるか1時間も入ってこないか3日で1日入ってくるか、田舎だとどうなるかっていうと명절전기っていうのがあるんですよ。お正月とか추석とかで명절전기っていうのがあったり배려전기っていう言葉があるんですよ。配慮電気、1年1回2回入ってくる地域もあります。そういうスペシャルな時しか入ってこないってことですね。そうなんですよ。そして電気が入ってきたとしても電気を自由に使ってはいけないんですよ。危ないんですよ、うん、結構嫉妬深くて、今停電の時間なのに発電機とかを持ってる家が電気をもし回したりするとその家だけが明るいんじゃないですか。で北朝鮮基本的にプライベートがないんですよ。人の家を覗いたりするのが犯罪じゃないんですよ。本当ですか。普通ですよ。普通入ったりしてもいいんですか。入ったりしてもいい、もちろんいいんですよ。じゃあ鍵とかないんですか。いやあってもだから隠す人間が悪いので、悪いことしてる人間が隠すんじゃないですか。だからそういう考えなので、だから電気があったとしても血が湧いてる若者とかが怖いので電気を使わないんですね。で今ちょっと電気の話が出てこれも別の動画で話してもいいぐらい結構長いんですけど、平壌の場合は高層ビルとかよくこう宣伝用で作るんですね。50階とかのビルってあるんですよ。実際平壌の人は高級マンションとかに住んでても仕事が終わって1階のロビーで時間を潰してから家に帰るんですよ。理由がエレベーターが動かないんですよ。電気がないので。で電気が入ってくる時間まで待っててそのエレベーターに乗っていきます。あと平壌だと基本的に今ちょっと覚えてないんですけど20階か30階までしかエレベーターがうんこしません。それより上はない。エレベーター自体がないんですよ。階段ですよ、はい、でもそういう高層な建物はあるんです、ね、宣伝用で一応作るんですよね。中は階段、はい、という話が、まあ、一般的ですね。北朝鮮で家の土地が高いところって日本とか韓国とかだと交通が便利なところじゃないですか。人が集まるところ、はいはい、で北朝鮮で一番高いところはキム・イルソンとキム・ジョンイルの銅像がある周りなんですよ。銅像を照らすためのいい電気を使うんですね。あそこはもう配線が違うんですけど、そこら辺は24時間電気が使える地域なんですよ。なのですごく古くても家は高いです。あそこは電車とかでもよく地下鉄もあるんですよ、実際電車が。で、はい、電気で動くので電気がすぐ止まったりするんですよね。で停電でだから何も見えなくなったりして結局ホームに降りるんですよ一回、はい、でホームに降りて地下じゃないですか。そして何も電気がないと全く見えないわけなんですよ。でそこに何が多いかというと痴漢がものすごい多いです。男の人はみんな手を出して若い女性のお尻を触る。で女性たちはそこで何をするかというと服をこうやって止めるこうピンとか持ってるんじゃないですか。それで自分を触る手をこう刺すんですよ。それが唯一な防御手段で、でそこで声を出す男性は犯人なので捕まるんですよ。必死に悲鳴を出さないようにしてるらしいです男性がこれ意外と最近の情報なので結構昔の話ではないです、うん、そうなんですね、はい、衝撃です。まあ電気の話は結構長いのでここまでにしたいと思います、はい、ホテルで盗聴器を探すシーンがあるんですけど、本当に北朝鮮では盗聴されてるんですか。盗聴されますね。一般的になんかしてるらしいですね。北朝鮮の脱北者から言っても実際盗聴してるそのチームがあったりとかっていうのは見たことないらしいです。やっぱり普通の人はわからない。でも盗聴してるっていうのは知って
てる。ドラマの中でスパイをするところが11課っていうふうに出てくるんですけど、あれは一般的というか本当にあるんでしょうか。11課私聞いたことないですね。大体、軍隊とかそういう CIA みたいな組織って中央部から多分管理をしてるんですけど、まあ、実際存在をするかしないのか分かんないですが、今まで聞いたことがない言葉ですね、これは。なのでドラマで作ったんじゃないかと思いますね。あ、じゃあ韓国人に言っても通じないってことですね。多分北朝鮮人から見ても聞いたことないと思います、これは。違う名前をわざわざ11課にしたのか分かんないですけど。最後にちょっと恋愛のことを聞いてみたいと思うんですけど、はい、ドラマの中でラーメンを食べるのに誘ったら、なんか深い意味が出るっていう風に出てくるんですけど、はい、それ実際にそうなんですかね。あ、これって北朝鮮ではなくて韓国でこういう話が出てて、付き合う前になんかこう微妙なラインってあるんじゃないですか。あの人が私好きなのかどうか、でも相手から見てもなんか嫌じゃない感じ、だから今すぐ告白してもなんか受けてくれそうな、そういう関係あるじゃないですか。そういう状態をサムタンダって言うんですよ。サムサムっていうのは英語のサムシン、何かしらっていう意味じゃないですか。でその状態で誘ったら家来るんですよね。そうだから告白の代わりにもう少しあなたと長く夜を過ごしたいっていう言葉で、その中でヒットした言葉はラーメンもこうがれなんですよ。別にラーメンを誘ったらそっちのなんかいやらしい気になるっていう意味ではなくて、実際に変な意味にはならないけど浸透してるってことですよね。日本でも多分そうじゃん。いきなり帰ろうとしたら、うん、家でもう一杯飲むって言ったら好きだったらいいよって言うし、嫌だったらふざけんなよって言うんじゃないですか、まあ、そんな感じですよ。だから相手ももちろんわかるじゃん。あのラーメン食べるって言ってとりあえずその家に入るってことなので、バカじゃない限りある程度心の準備はするんじゃないですか。日本だったらラーメンってなるけど、まあ韓国ではそうならない。そういう意味だったらそうです。日本で言ったらなんて言えばいいのかわかんないで、鍋パするとかいきなりコーヒー飲むとか。夜コーヒー飲むは通じないかもね、韓国で。チキンかラーメンかジョッパイとか。勉強になりました。夜食なので、とりあえず家に行くっていうのをうちの家で変なことするっていう方がおかしいんじゃないですか。そうだからラーメン食べるっていうことになって、好きな人がいいよみたいな感じになって、それっぽい告白されたみたいな感じで自慢したりする話が出て、でそれがまた男性からこういう風に言うっていうのは気をつけてみたいなのがまた出回ったりして、変な意味になったり、ドラマでも使われたりしてます。もちろん男性なので聞いたことはないですね、はい、ありがとうございました。はい、またコロナの感染状況とかも悪化してきて、そのお家で過ごす時間も増えてきているので、まあ、こういった韓国の作品というのを実際に韓国人が見てどうなのかっていう解説とか感想をまたお聞きしたいです。そうですね、まあ、Netflix とかで韓国のドラマはすごく面白いやつがたくさんあるので、その中でもね、愛の不時着もし見たい方がいれば見てください。今日はあくまで自分の意見、自分が知ってる情報だけなので、これが 100% 正解かどうかわからないんですけど、つまみとして聞き流してください。はい、皆さんありがとうございました。それではまたね。アンニョン、バイ。